J-COM からお届け超婦人図鑑。さあ始まりました。 J-COM がお届けする全国ご当地人図鑑の超婦バージョン、超婦人図鑑の番組 MC を務めさせていただきます、石原プロ所属の金子典人です。この番組は毎回調布市で活躍されている方にいろんな話を聞いてしまおうという番組です。今回のゲストはザザン。どうもこんにちは、作家の高千穂遥です。よろしくお願いします。そんな高千穂さんには3つのキーワードに沿ってお話を聞いていきたいと思います。1. SF 作家高千穂遥香。2. 自転車に乗りながら。3. のめり込みやすい性格。ということでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず最初はですね、大学在学中にデザイン会社を設立されたということ。そうですね、なんですかね。東京の大学に来たっていうのが、はい、もう東京で SF の仲間を作りたいなと思って出てきたんですよ。はい、無事その SF の集まり、 SF 大会っていうんですけど、はい、そこ行ったらですね、はい、いろいろと知り合いができまして、はい、同人誌に参加してたんです。はい、でその同人誌仲間が、はい、まあ、みんな私たちよりちょっと年上だったんで、はい、私よりもで、もう卒業直前になって、はい、就職の話をし始めたんで、いやそんな就職するんだったら、はい、自分らで会社を作ってこのまま絵を描いて楽しく過ごそうやといい加減なこと言ったんですよ。すごいじゃないですか。そしたらみんなついうっかり乗ってしまって、はい、じゃあ会社作ろうって言い出して、はい、それでじゃあ会社やるには仕事がなきゃいけないと、はい、誰か仕事ないかと言ったらみんなつてで探してきたんですよ。だから、はい、まず SF 界の大先輩である、はい、野田正広さんっていう翻訳作家がいるんで、はい、翻訳家で作家、はい、その方が俺今度ね、はい、開けポキキっていう番組始めるから、そこで絵描き探してるから、じゃあそれやるかいって言ったんで、まずやりますっつって、なんかトントントンってなんか転がってるじゃないですか。あともう一つは、はい、その知り合いの知り合いがですね、はい、アニメ会社にいて、それでそのアニメ会社が今度新作のアニメ作るにあたって、はい、そのメカニックデザインをフォローをしてくれる人探してるから、はい、やってみるって話してて、あやりますやりますって、これで2つも仕事入っちゃったと、はい、2つ入りゃ食っていけるだろうと甘いこと言って会社作っちゃった。どういったメンバーでやられてたんですか。宇宙戦艦ヤマトとかマクロスとか、はい、そういうのをデザインした宮武君とか加藤直之君とか、はい、あとガンダムのシナリオを書いた松崎君とか、はい、その辺がもうみんな仲間なんです。それでクリスタルアートスタジオっていう会社を作ってやったら、はいはい、これがもう大変だったわけですよ。やっぱりね、大変だった。最初はでも2個は行きましたね。とてもお安いんですよ。ヤマトやガンダムをやっても、それはもうちょっとアフターの方や、ね、最初はゼロテスターっていうアニメなんですよ。その後勇者ライディーンってやって、ね、それからヤマトなんですね。勇者ライディーンって僕知ってる。勇者ライディーンは結構人気がありまして、う、ね、どうもその2年ぐらい経ってから、はい、これは僕らは本来そのやりたかった仕事とはちょっとずれてると、僕らは SF の絵を描きたかったので、はいはい、いつまでもこんなことやっちゃいけないから、うん、ちょっと一旦解散して、はい、もう一回ちょっと別の会社にして出直そうっつって、ね、はい、それでスタジオの絵に切り替えて、まあ、メンバーはそんな変わってないんですけど、はい、その開けポンキキ系の仕事はちょっと一旦やめようと。それってでも冒険だったんじゃないですか。冒険だったんですけど、だってそれは安定した収入としてはあったわけですよね。まあ、あったことあった。ただ死にそうになりましたけどね。死にそうになりましたね。それ1日24時間書かないと、毎週毎日毎日放送してますからね。24時間でも足りないぐらいですね。足りないんですよ本当に。もういくら書いても書いてもね、終わらないんですよ。それで加藤直之とそれから宮崎和孝っていうのが SF の絵でコンテストに入選したんですよ。それで SF のカバーの絵とかね、そういう仕事が来るようになったんですよ。だからその24時間でも足りない状態でも状況での中で自分の好きなことをちまちまと書いてやって、それが入選した。入選して、それでそこから少しずつ希望が、それでいやまだまだそっからまだそれでメカニックデザインの方もずっと下働きだったんですよ。はい、うちは協力っていうことで、はい、メインじゃなかったんですよ。それがだんだんとこうメカニックデザインも一定の路線ができたと。それでやって、なんとかこのままいけるんだろうっていう風な状況になってきたんですよ。
高千穂さんご自身がその自分の作品の中で手応えを感じたっていうのは どこら辺からなんですか。まず、ね、僕が小説を書き始めたのが、はい、まあ、みんなどんどんクリエイターとしてやっていったと。で僕は、まあ、はい、最初社長やってて、はい、まあ、主に事務、はい、あとはちょっとシナリオね、はい、本気ではシナリオも書いてたんですけど、はい、やってたんですけど、やはりあのクリエイターとして加わってるんで、はい、ものづくりをしたいわけですよ、はいはい、本当はね、はい、あの営業マンがそれしちゃいけないんですけど、やっぱりしたいんですよ、そうしたらスターウォーズっていう作品がどうもアメリカでできて、はい、でここで重要なのはスターウォーズっていうのは SF の中でもスペースオペラっていうジャンルなんですよね。スペースオペラ、はい、あのアメリカには SF には栄光の50年代っていうのがあって、はい、50年代にすごい作家がガバッと出てきたんです。それがその要するに2001年のアーサー・シー・クラークとか、うん、あの、ロボットね、おなじみのアイザック・アシモフとか、そういう人はみんな50年代作家で、すごい壮大なテーマでもうすごい作品をいっぱい書いてて、高千穂さんも その方たちに影響を受け、もちろん読んで、もうずっと頭はこれだったんですけど、はい、ところがその前にですね、そうなる前に30年代40年代というSF の世界があって、アメリカには、はい、その頃は高等無形な、はい、あのヒーローが活躍するとかっていう、うん、スペースオペラっていうジャンルがあった。でもそれは日本では漫画が代行していた、手塚治虫さんとか、そういう人たちが代行していて、小説は50年代がまあ主流だったんで、うん、日本の SF からスペースオペラっていうのはスポーンと抜けてた。SF とスペースオペラっていうのはちょっと違うんですか？ SF っていうのはいろいろあって、はい、一番そのメインとなる、いかにも SF らしい SF っていうのをプロパー SF っていうんですね、はいはい、もうとにかく科学的でなきゃいけないと、はい、正確じゃなきゃいけないっていうのをハード SF、 でその上でただのエンターテインメントで、うん、SF の場所を舞台にして暴れ回るっていうスペースオペラっていう、この3段階が、日本はこのプロパーが主流で、そうですね、ね、で昔からですね、実はあの漫画家になりたかったんですよ、はい、でもアイデアはいっぱいあると、はい、でそれを漫画で表現するか文字で表現するかで、じゃあ小説書いてみようって言って、はい、それであの漫画ファンだった時代にいっぱい思いついていた、はい、あのアイデアの中からこれ言ってみようって言ってバッと飛び出して、まあ概ねできてたんで、ザ、はい、ーッと書いたら2週間で完成したんですよ。デビュー作になったあのクラッシャー・ジョーの連帯クラッシャー城が2週間で書き上がったんですか？そう、書き上がったの、その時は。それであの私は営業で行ってるから、はい、編集者に電話してちょっと小説持ってくんで見てよっつって、あのソナラマ、朝日ソナラマってところに電話して、はい、でパッと渡したんですよ、はい、で呼んでもらったら電話かかってきて、はい、いやいいです、うちに出しますって言うから、ビルだったんじゃないですか、まあ、そうで、ただそのイラストどうしましょうって、はい、当然イラストの会社ですから、はい、自分とこのイラストレーターでやるんですよねって言ったら、いやこれスペースオペラだから、はい、うちの連中プロパーだから、これはねもうすごくいい人がいると、あのガンダムの、はい、あの安彦義和さんを私は起用してほしいって言ったら、編集者は知らないわけですよ、はい、当然その当時は、はい、でも高千穂がいいと言うならいいだろうということで、じゃ あの安彦さんに頼んでみてくださいって言ったら、はい、全然嫌だって言うんですよ。嫌だって言うんですか？そんなアニメ以外の絵なんか描きたくねえよとか言うんですよ。でもそこを一生懸命口説いて、なんでそれはその安彦さんだったんですか？いや大好きだからですよ。どういうところが、いや絵のタッチとか、いやもうだってダントツ上手かったですからね、ものすごい綺麗で、うん、絵がしかも上手くてね、うん、早いんですよ。もうね、あのスーパーアニメーターでしたよ。描く時もだって安彦さんのキャラクターを頭に思い浮かべて描いたんですよ。そんなに、だから安彦さんだけがダメだったの最初から。はい、でそうやってやってるうちに、あのスペースオペラいいから、はい、あの早川書房ってね、あの、はい、SF の老舗のところも、あそこもほとんどプロパーしかやってなかったんですけど、はい、あのうちもやっていいよっていうから、スペースオペラをしよう、やっていいよっていうから、ただその時に画期的なアイデアを思いついたんですよ、はい、先ほど言った野田さんって人は翻訳家で、はい、でオーストラリアの作家の SF を翻訳してたんですよ、はい、でその作家が日本へ来たんです、はい、で来たん で、はい、でその野田さんはあのフジテレビでポンキキ作ってたぐらい、うん、プロデューサーとして重鎮なん で当時大人気だった、はい、あの女子プレスに連れてってやろうっつって、で行こうやって、でうちの会社のもう、女子事務員もいたんで当時は、はい、
2人連れて、うん、それが接待役だっつって、うんうん、それで連れて行って、うん、その上でね、あのビューティーペアが、はい、ビューティーペアがガンでやるわけですよ、はい、それでもう、僕がその息子にいるのはビューティーペア、うんうん、でもあなたの両横にいるうちの自分はダーティーペアって、だからすっごい受けて、あ、これだと思って、そっからなんですね。それで帰って、それで女の子2人主人公のダーティーペアってのを書いて、はい、やっぱり安井子さんに絵描いてもらって、ものすごく評判良くって、それで SF ファンが SF 大会で選ぶ星雲賞っていう賞があるんですけど、はい、それの賞までもらっちゃった。わかりました。すいません、あのトークに行きます。長いでしょやっぱり。自転車に乗りながらっていうことなんですけど、そもそも、はい、名古屋ご出身ですよね、はい、そうです。はい、でいつ頃からそのSF に目覚めたというか、何がきっかけでっていうのがあったんですか？小学校3年生か2年生か3年の時に、学級文庫っていうのがあって、はい、でその中にあの白鳥座61番星という、まあ、知ってる人は知っている子供向け SF の名作があったんです、うん、それバッと読んですげえと思った。であとやっぱり漫画ですから、はい、手塚さんのね、はい、鉄腕オトムって僕と同い年ですから、はい、生まれた時からそういうものがあったと、で僕はあのめちゃくちゃ本読む、はい、子供だった、はい、なぜかっていうと母親が本屋の娘だったんだから、だから本を買うんならいくらでも買ってやるっていう家だったんです。はい、であとテレビもね結構無制限に見られた。うちの親父はね私と同じで新しいもの好きなんで、はい、放送が始まる前の年ぐらいに、うん、あの進駐軍の洋服屋なんですけど、はい、洋服作ってたんで進駐軍のつてでアメリカ製のテレビ買っちゃったんですよ。うん、それでそれもドンとあったから放送日からうち自宅でテレビ見てる、ね、それでもうそのご自身を書こうと思われて。あ、それはね、SF ずっとやってて、はい、それで、星新一さんのショートショート、はい、ショートショート、あー、大好きです。あれをもね、みんな当然大好きなんですけど、でその当時はあのボーイズライフっていう、雑誌がありまして、はい、そこで戦時コントっていう1000文字で書くショートショートを募集してたんですよ、はあ、でそれ、応募したりとか、はい、そういうので書き始めたのが、それは高校の生になってからですね。でもこれでご飯を食べていけるわけではないな。全然そんなかけらも思わなくて、いつからその逆に漫画家になりたいから、むしろ漫画やりたかった。ああ、なるほどなるほど。ただ漫画の才能がないことは早々と分かったんで、はい、それで何かその編集者になるとかね、はいはい、じゃ携わるような、そういうことになる。それにはやっぱり東京に行かなきゃダメだっていうんで、じゃあ大学は法政に行くことになって、はい、それで法政大学に入って上京してきた。それで先ほどの仲間に出会っちゃった。その自転車作品が増えてきだしたっていうことですよね。そうなんです。あの自転車にあの目覚めたのは、はい、太っちゃったんですよ結婚してからブクブクと。まあ左内側にもなって、いや左内側にはないんですけどなってない。そうなんです。自転車があったと、昔は乗ってたじゃないか、はい、でじゃあ自転車買おうって言って、うん、それで、もう17、8年前ですね。そう、まではブームにはなる前、なる前ですよね。あのそれで、ロードレーサーを買ったんですよ、はい、そしたらこれだと、これだったんです。それで2年目の時にあの SF 作家関係、作家関係のパーティーに行ったんです、うん、はい、そしたらみんなが、ね、大丈夫ガンとか、まあ、それで痩せたんだったら、はい、世の中痩せた人たくさんいるから、はい、これちょっと書いてみようと思って、それでこの自転車で痩せたっていう本を書いて、なるほど、これです。もう写真見てください。これビフォーアフター。すごくないですか。もう別人ですよ。あ、別人だと思ったと。書いてますよね。大友克洋さんに言われた。それでその頃にはあのいろんな自転車の知り合いも増えていくじゃないですか。そうですね。こういうことやると、で中には、ね、ヒルクライムってレースがあって、なんすか、冗談じゃないって坂だけ登るんだと。なんなんすかそれ。嫌だよそんなのというわけですよ、はい、ところがその友人がですね、俺も出るって言い出したんです。自転車仲間の、はいはい、友人がそれで、じゃあ俺応援だけ行くよっつって、はい、で自転車持って行って応援だけするって言って、でその前に一緒に走ったんですよ、はい、だからそいつの出るって言ったそういうやつより僕の方がちょっと早かった、はあ、いいかもうと思って、それで翌年出ることにしちゃった。でもしんどいのはしんどいんですよね。死ぬかと思います。死ぬかと思いますよね。ヒルクライムっていう競技が面白くなっちゃって、はい、やっててじゃあこれ小説にしちゃおうと、
ということで書いたのがこれですね。ヒルクライマー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 好き半端なく多いんですね。でこの中で、はい、これゴール最後は菅池で終わるんです、はいはい、これは本物にあるんです、ええ、それ以外に出てくるレースは全部架空のレースなんですね。であちこち取材して、はい、それで自分の足で登って、はい、それで書いてるわけですよ、はい、すいません、座右の銘を多分それにねこう通じるような座右の銘全然そうならないです。もう上り坂もうずっとこれはもうなんたらみたいな格言みたいなことがあるんでしょう、ね、いやならないと思います。座右の銘はですね、はいはい、自転車保険なんだそれ危ないんです。危ないんですか、はい、それはね私もね、はい、前転して背骨折ったりあらららら、あとは追突されて肩の骨折ったりしてます。はい、で当然自分が被害者ばっかりじゃないわけです、加害者になることだってあるんです、うん、自転車保険には必ず入ろうと。わかりました。そういうことなんですね。すいません徳さんいきます、のめり込みやすい性格もうそれはもうわかりました。何にも聞かなくても、いや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 、でもこれだけじゃないんですよ実は。何ですか。でその前に最初にのめり込んだのはオートバイなんです。ああオートバイってあの重いヘルメットかぶんないといけないじゃないですか。そうですね。そうするとあのヘルメットにと G に耐えられなく、もう首が耐えられなくなっちゃって、はい、それでやむなくオートバイやめたんですよ。ああそれでまあそれでスキーに行ったんですよ。スキーに行ったんで、その後テニスもやっちゃったんですよ。テニスはいいじゃないですか。いや奥様もできるし。これがねあの、はい、全然ダメだよ。これは早々と撤退しました。その今から何かこれからの夢というかそういうものってありますか。実は腰をかなり痛めてまして、椎間板ヘルニア、あらら、脊柱管狭窄、はい、腰椎滑り症という三大腰痛病を全部制覇しているという三冠王なんです、ね、はい、実は両足24時間しびれてるんです。うわ。だけどその脊柱管狭窄腰椎滑り症っていうのは自転車だけできるんです。なんで自転車に乗ってる間は楽なんです。楽っていうか痛みも消えるしできるんです。体の維持は自転車で、はいはい、で帰ってきたら原稿を書いて、っていうのでもうやっていければ、もう何年かやっていければいいなという。今後はどんな作品を書きたいとかそういうことはありますか。いやもうね昔からやってきたそのクラシア城とかダンティピアっていうのは未だに根強い考えて、そうですね、でまあその人たちのためにも書くし、はい、で自転車小説についてはペダリング派、こちらはねグランプリ、グランプリ、これペダリング派、これペダリング、これね競輪なんですよ。競輪の話もね慶応学関係で始めたら止まらなくなっちゃいますので、とりあえず割愛しますけども、割愛しますけれども、調布には慶応閣という素晴らしいところがありますから、ぜひ行ってほしいんです。そうですね。で、ペダリングハイっていうのはもう地元小説ですね。はい、地元小説。はい。これ調布ですね。はい。ね、これ神代寺にある、はい、自転車チームの話なんです。でもこの中に出てくるコース、はい、なんとオリンピックコースなってるんです。うん、夢みたいな話だと思います。そうですね。もう自分がこう書いたやつがオリンピックで使われてる。すごいっすね。はい、買います。皆さんも買いましょう。で、何か最後になりますけれども告知か何かありますか。はい、ダーティーペアがですね、はい、まあ、テレビシリーズとか映画にもなってたんです。はい、でそのなってたそのやつがですね、はい、今回ついにですね、はい、ブルーレイのボックスセットとしてですね、はいはい、12月18日に発売されまして、今予約受付中でものすごい勢いで予約来ております。お願いいたします。ぜひお願いします。ということで本日はもう楽しかったです。ありがとうございました。こちらこそ失礼します。